どうもこんにちは、世界史の時間です。今日はアジア諸国の改革と民族運動その1ということでですね、まあ大まかには大きく2つの内容があります。まず1つ目が列強に分割されていく中国のお話ですね。まあ言うたら半ば植民地のような状態に中国がされていってしまうというお話なんですが、まあ、それに対して中国もですね、これはやばいなと思って、まあ改革を進めていこうとするんですが、というお話が最初の前半の方です。でそこからですね、日本とロシアの戦いのお話になってきますので、いわゆる日露戦争のお話につながっていくと、こういうふうに思っておいていてください。では行きましょう。はい、こんな風刺画がございましてね、まあ、要するに中国の領土をこうピザに見立ててですね、ほんでそれを、いろんな国がこう切り分けて持っていこうとしてるみたいな感じの風刺画になっておりますよねと、まあ、こういう状況が現実に起こってくるぞというお話で、前半は進んでいきます。はい、まずですね、なんでこんな、中国、まあ、当時は清王朝ですね、はこんなことになっちゃったんでしょうかというお話を見ていきましょう。日清戦争までの中国というのは、こちらですね、まず1840年にイギリスと戦ってボコボコにやられてしまうというね、お話がありましたね。アヘン戦争でしたよね。でさらにその後またすぐアロー戦争というのがあって、イギリスフランスが出兵してきて、またこれもやられちゃうと、で両方とも負けてしまいましたよねというお話が、まあ、今まで習ってきた中にあったかと思います。はい、ほんで国内でもですね、ごたごたしてる中で太平天国の乱があったりですね、いうことがありましたよね。光州禅たちがですね、滅亡交換というね、スローガンを掲げて、言うてたやつあれですね。でさらにロシアも進出してきて、北方の方からですね、そして中国を脅かすということがありました。それから東南アジアの方を巡って新仏戦争なんていうのがあったりですね、ベトナムですね、ここを巡ってフランスと戦って、はい、もちろんね、中国清王朝が負けましたということで、もう負けっぱなしっていう感じですね。はい、そして極めつけがこれですね、日清戦争、ここでも敗北してしまいます、日本に対してですね。でもうこれによって、中国清王朝が弱いのがもう完全にバレてしまったということなわけですよ。はい、当時はですね、このフランスのナポレオンもですね、中国は眠れる獅子やと、起こしたらきっとえらいことになるでと気つけやという感じのね、風に話をしてたんですが、まあ、こんな風に言われていたのに、実際戦ってみたら、あれそんなことなくない、でまた戦ってみたら、あれそんなことなくないっていう風になって、まあ、バレちゃうっていう感じですね。はい、というわけで、ヨーロッパ列強がですね、中国に進出してくるぞというお話になっていきます。で、丸一番、鉄道の敷設やら、鉱山採掘など、利権獲得競争に、まあ、ヨーロッパの列強がですね、乗り出してくるというお話になっているわけですね。はい、この時のまずロシア見ていきたいと思います。ロシアはですね、三国干渉というのをですね行っていますよね。フランスとドイツを誘って日本に圧力を加えて、日清戦争の時に中国から日本がですね奪ったリャオトン半島、ここを中国に返還させたというお話があります。これは中学の歴史でも習っているかと思いますね。ではロシアがですね、日本に対して、日本君君ちょっとやりすぎやと、リャオトン半島はもう返してあげなさいよと、ひどいよという感じでですね、この3つの国で、まあ言うたらイチャモンをつけてきたという感じですね。これが三国干渉でしたよと。はい、中国からしたらですね、なんか助けてくれたロシア君がみたいな感じになりますので、ラッキーロシア君ありがとうっていう風になりますね。まあその代わりお礼と言っちゃなんですけども、ロシアはですね、中国から東進鉄道の敷設権を、獲得しましたと。こういう感じでですね、ラッキーっていう風になってますね、中国からしても。まあほんならまあ鉄道ぐらい作ってくれていいよという風になってるわけですね。でちなみに、東進鉄道というのが、ここですね、こっちから行って、ほんでもウラジボストークまで、つながる鉄道を作っていいぜっていう、まあ、この利権を得たということと、それからリャオトン半島ですね、日本が手に入れそびれたところ、これはここですね、場所もちょっと覚えておいてください。この先っちょちょこっと出てるところですね、これがリャオトン半島です。はい、ほんで、さっきの三国干渉の三国の思惑それぞれ見ていきましょう。まず言い出しっぺロシアはですね、日本の満州進出を阻止するため、要するに自分もロシアもですね、こっちの方に進出したいという思いがありますので、日本に行かれるのはまずいという思いがまずありましたと。で、残りのドイツ、フランスを誘ったわけなんですけど、ドイツはなんでこのロシアの誘いを受けたかというとですね、ロシアの注意を東アジアに向けさせ、ヨーロッパにおける脅威を減らしたい、それと自分もアジアに進出したい、まあこういう思惑があったと言われておりますね。でフランスはというと、まあまあそもそもロシアとね、同盟関係やし、露仏同盟結んでるし、まあそんなね断ってもあれかなということで行ったみたいなね、まあざっくりしますね。はい、ほんで、さっきのドイツの思惑なんですが、ドイツはですね、3B 政策というのをね行おうとしましたよね。この、ベルリン、バグダード、ビザンチウムという感じでですね、こう鉄道をここ通したれっていうふうに思ってましたと。でそうなるとこのバルカン半島に進出しないと、いけないというのがドイツはありましたね。
で、ロシアもですね、このバルカン半島はちょっと狙いつつあったんですが、まあそれでもこの東アジアの方も狙っていたので、要はこっちの方、東アジアの方に忙しくなっといてくれたら、バルカン半島の方手薄になるから、まあそれはそれでドイツからしたらありがたいなと。まあ、ドイツはこっちに進出したかったんでね。なので、この東アジアの方をむしろ手伝ってやろうというふうな作戦に出たと。こういうふうに思っておけばいいのではないかなと思いますね。はい、さてさて三国干渉に対して日本はどう対応したか。見ていきましょうね。何？ロシアがフランス、ドイツと共にリャオトン半島を秦国に返せと要求してきただと？はい、ロシアら三国の要求は理不尽極まりないものです。このまま奴らの言いなりになっては。では君は三国の要求を突っぱね、今度はあのロシアと戦えというのか、勝てると思うのかね、ロシア東洋艦隊に。いやそれはっていう感じですね。で、無理だ今の日本の国力では。しかし軍部や国民は納得すまいなということで、結局日本はこの三国干渉を受け入れて、リャオトン半島の返却に応じました。なんということだ、ロシアの横車に屈して我々が血を流して勝ち取った領土を返してしまうとはと。おのれロシアめ、今に見ておれ、臥薪嘗胆、いつの日か我々日本軍の手でロシアを攻め滅ぼしてくれるわっていう感じで、軍部はですね、もうロシアのことめっちゃ嫌いになっていきますよね。くっそーっていう風な、まあ、感じになってると。国民の感情としてもロシアめっていう風に、まあ、なってるというのが日本の状況ですね。これが後々また出てきますね。はい、それではですね、列強の中国分割を見ていきましょう。まず先に出てきましたロシアですね。ロシアはどういうふうに中国の土地を、持っていっちゃうような感じになったんでしょうかということを見ていきましょう。はい、まずこんな感じですね。ザザザッと見ていきましょう。リャオトン半島の南部を租借しました。それからですね、東北地方を勢力範囲に入れていきましたよというお話が出てきております。これがロシアの中国分割ですね。まず租借という言葉なんですが、これは土地の一部をまあ借りるという文字通りの言葉なんですけども、まあ、ただ租借と借りると言うて実際はもうほとんど奪ってるのと一緒みたいな感じなので、まあ取られちゃったと思ってください。それから勢力範囲にしましたという言葉も、後々出てくるんですが、この先もね、勢力範囲、これは自国の領土じゃないけど力が及んでる範囲、まあ縄張り的な感じで、思っといたらいいのではないかなと思いますね。はい、ということで、リャオトン半島南部をまず租借しましたよと。もうこの時点でですね、あれって思ってほしいんですが、日本はそもそもリャオトン半島をね、日清戦争で手に入れたんですけども、いやいやそれひどすぎやでって言ってロシアとかがイチャモンつけてきて、結局日本はリャオトン半島を返さなあかんくなりましたと。言うたその後にですね、ロシアはこのリャオトン半島を手に入れているわけですよね。なんなんあいつらっていう風に当然日本は思うわけじゃないですか。これもまたね、日本がロシア嫌いになる要因としてあるという風に思っててください。それからですね、東北地方を勢力範囲にしましたということで、この辺ですね、この辺色ついてるところ、ここも、はい、ロシアの、まあ、縄張りみたいな感じにしていったよというふうに思っておいたらいいかなと思いますね。ということでこの黄色っぽいところが、ロシアの地域みたいな感じになっていったと思っておきましょう。はい、それから、次ドイツ見ていきますね。ドイツは、はい、どこを租借したかというと広州湾ですね。広州湾はこちらですよと。はい、ここにありますね、広州湾。はい、それから、山東地方を勢力範囲に入れていきましたと。この広州湾が含まれている範囲のところですね、ここの斜線入っているところ、ここが、まあ、ドイツの勢力範囲になっているという感じでございますね。この中、先っちょのところですね。はい、次イギリス見てみましょう。イギリスはというと、はい、はい、イカイエと、それから九龍半島の北部です。はい、イカイエどこでしょうか、探してください。イカイエはですね、さっきの山東半島の先っちょのところにありますね、ここ。はい、イカイエ。ここ、基本的にドイツの、勢力範囲になってたんですが、先っちょのこのイカイエに関してはイギリスが租借しておりましたと。はい、それからですね、もう一個、九龍半島北部ということで、要するにこの香港のあたりですね、こっちの方やと思ってください。この辺ですね。この辺も勢力範囲にしてるよと。で、長江流域、関東東部を勢力範囲にしていきましたということで、この赤色ついてるところですね、この辺、この辺がまあイギリスの、はい、縄張りみたいな感じになっていったと。この辺ですね。で、このイギリスがこのイカイエという先っちょのところを租借してるというのはですね、結構意味があって、要は、北側は、ロシアが租借してる、ほんでこっちの方はドイツが租借してるということなんですけれども、イギリスがここの地を取ることによってですね、両方を見張れるわけですよね。だからまあこれですね、ちょっと牽制してるという意味合いもあるというふうに言われていますね。はい、では次フランス行ってみましょう。フランスはどこを租借しましたか。はい、広州湾というところですね。さっきも広州湾出てきたんですが、これ字が違うのでこれまたややこしいんですよね。広州湾いうのが、はい、地図上でも見ていきましょう。
ここですね、ここに甲州湾とありますね。はい、甲州湾ありますね。でこれもまた引っ掛けなんですけど、甲州湾の他にですね、甲州というのもあって、これ別の土地なんですね。これ引っ掛からないようにしておいてください。甲州湾の方ですね、フランスは。はい、関東西部と、関西地方を、勢力範囲にしていきましたということで、まあ、水色っぽい感じに色塗られてるところですね、ここがフランスが勢力範囲にしていったとこという感じでございますね。はい、次、日本もですね、福建地方を勢力範囲にしておりますよと、これはですね、台湾の対岸に位置しておりますと。はい、そもそも、台湾自体は、日清戦争でですね、日本が買って、これも日本のもんみたいな感じになってたと、それの対岸であるこの福建省の方ですね、はい、この辺も日本の勢力範囲になっていたってことで、日本もこっちの方にまあまあ進出してきてるという感じですね。はい、さてさて、アメリカの名前出てこなかったけどどうなってんでしょうねというと、アメリカはですね、出遅れているわけですね、だから勢力範囲を得ることはできませんでした。やけども、このままでは終われんということですね、当時の国務長官、前にも一回出てきましたジョン・ヘイという人が、中国のこの3つの、ね、ことを提唱していたぞと、蒙古解放、機械均等、それから領土保全というやつですね、前にも一度出てきたかと思いますが、こういうことを提唱していって、中国市場への進出を図っていったとね、まあ、ちょっと遅れてたんですけども、まあ、こういうことを言うてですね、ちゃんとしいやみたいな感じで言うていったっていうふうに言われておりますね。で列強も一応アメリカの呼びかけに賛同していったので、中国の分割はですね、一旦まあこれで緩和されていくという風になったんですけども、ほとんど色ついてますよね。要するにどっかの、国が、はい、糸引いてるみたいな状況になっていってるというのがわかるかなと思います。はい、とはいえ中国の領土には列強が、入り込まくっている状態ですよねと、今言いましたね。はい、ほんでこういう風に中国がどんどん取られていってる状況があった、中国分割があってからの偏方運動というお話に入っていきます。はい、日清戦争敗北後、洋務運動がもう完全に失敗、挫折してしまったという状況になっておりますね。はい、洋務運動を覚えておりますでしょうか。中国の伝統は変えずにヨーロッパの技術を取り入れて発展しようとしたっていうね、こういう改革運動でしたよね。はい、もうちょっと見ていきますと、洋務運動のスローガンとしては中対西洋というね、やり方をとっておりました。体は中国、技術は西洋みたいな感じで、まあ、根本は変えずに、枝葉の部分だけはヨーロッパのね、技術とかを取り入れていこうみたいな感じの言葉でしたね、中対西洋というのは。はい、なので、西洋、ヨーロッパの思想とか社会制度を導入することに関しては否定的やったのが当時の、中国、清王朝やったわけですね。まあ、結局は中途半端な改革に、なってしまったよねと、それが如実に現れたのが日清戦争で負けてしまったということに現れるわけですね。日本も同時期に改革というか、行っていたわけじゃないですか。明治維新っていうのがね、ありましたよね。で日本なんかは本当に明治維新によって、ちょんまげも切り落としたりですね、刀もね、捨てたりとかいう感じで、もうゴロッとね、文化から変えていったというところで、もうほんまに根本から変えていったのが日本だった。それとは裏腹に、中国の方は変えきれなかったよね、というふうな対比で、見られることがまあしばしばありますね。はい、というわけで中国も日本の明治維新に倣って根本的な改革をしようという動きが出てきます。ほんで議会政治に基づいた立憲君主制にしていくべきだというね、流れがありましたよと。ということで憲法の必要性を主張する中国の知識人たちが出てきましたということなんですね。まあ、憲法という言葉は国を治める法制度をもう変えていこうという運動ですね。これを憲法運動というふうに言うております。でこの憲法運動の中心人物になっていったのが、この人ですね、高有為という人がまず中心人物です。高有為の主張としてはですね、孔子の教えは、古い制度を守ろうとするのではなくって積極的な改革を目指したものであるというね、新学説を唱えていきまして、だから改革するのは昔からね、当たり前なのだみたいな感じのことを言っていくわけですね。これが高有為という人ですね、憲法の中心運動、憲法運動の中心人物ですね。高有為たちは高所帝、当時の皇帝の心を動かしまして、保守派、反対派の妨害を振り切って、この改革を実施していくことになります。さてさて、具体的には科挙に代わる近代的な学制を整えようとしていきますね。それから新式陸軍の創設、議会制度の導入などなど、まあ、こういう感じでですね、主に明治の日本を見本にした改革案が布告されて、いきましょうと、こういうふうにしていきましょうということが、まあ、言われていったわけですね。でこの政治改革、憲法運動は1898年戊戌の年に行われたので、戊戌の憲法というふうに名前が付けられていたりしますね。戊と戌、これ、とってもよく似た字なので、点があるかないかっていうね、いうだけの違いなのでちょっとややこしいですが、戊戌の憲法と言いますね。
で、当時の皇帝孔子帝は言いました。西洋各国が500年で成したことを日本は20年余りで成し終えた。我が国土は日本の10倍以上あり、明治維新に習えば3年にして大略なり、5年にして条理を整え、8年にして効果を上げ、10年にして波行を定める。まあこういう風に言ってるわけですね。要するに中国が本気出したら日本よりも短い期間で改革をなせるぞということを言ってるわけですね。はい、さてさてこの偏方運動の結果は、どうなったでしょう。見ていきましょうね。まず改革に反対する保守派が、この17番の人物西太后と組んで、クーデターを起こしたため、結局改革は3ヶ月余りで失敗に終わってしまいましたというお話なんですね。西太后という人がこの右の写真の人物なんですが、まあ、どういう人なんかも含め見ていきましょう。まあ、結局はうまくいかなかったんですね、偏方運動は。はい、西太后って何者？同治帝の実の母ですよと。同治帝っていうのは孔子帝の前の皇帝なんですね。同治帝、孔子帝時代に摂政として政治を操った権力者ということで、この孔子帝もですね、実は裏でこの西太后に操られているという状態でした。で、最初は武術の偏方をですね、静観していたわけなんですね。まあなんか始まったなと、孔子帝も気合入ってるねみたいな感じですね、思っていたらしいんですよ。はい、それがですね、偏方派は私を監禁しようとしてるらしいぞどうもと、こら黙っておけん先手必勝やいうことで、動き出していくわけですね。はい、そして孔子帝を監禁して、偏方派を弾圧するという行動に出ます。で、これを武術の政変というふうに言います。で、どっちも1898年なので、武術の偏方からの3ヶ月後武術の政変ということで、年内に全部同じように起こっているという感じですね。偏方運動があまりに短い期間で終わってしまったため、武術の偏方は100日維新なんていう風に揶揄されることも、ありますよと、言われておりますね。はい、それではここからですね、中国が蛮活されていく中で、国内では何が起こっていたのかをもうちょっと詳しく見ていきましょう。まず排外運動の発生ということなんですが、アロー戦争後に北京条約が結ばれて以来、キリスト教布教の自由が、中国の中で認められていましたということで、外国人が結構入ってきてキリスト教の布教とかを行っていくわけですね。以来中国の民衆とキリスト教の宣教師信徒と衝突することが、まあまあ頻繁に起こってくるという事態がですね、この時代以降あるわけなんです。はい、ほんでですね、こういう運動が、起こってきます。反キリスト教運動と言われるものですね。漢字で書くと旧教運動というふうに読みます。旧教運動ね。日清戦争後の列強の強引な進出と相まって、民衆の排外的な感情が高まっていた。排外的、要するに外国人嫌い、外国人出てけみたいなね、そういう感情ですね。排外的な感情、こういうのが高まっていったという感じですね。まあ、さっきの中国分割もあってですね、どんどん外国人が入ってくると領土取られていくみたいな感じになっているので、当然ですね、こういうふうな排外的な感情が高まっていったっていうのも、まあまあ納得はできるかなという具合ですね。はい、ほんでもって、それを本格的に行っていったのがこの義和団というね、組織になっております。列強による清国の植民地化の動きに中国国内では怒りの声が吹き出し、秘密結社義和団を中心とした、民衆の暴動が勃発しましたよということで、この義和団の活動を見ていきましょう。我々の国を食い物にする外国勢力を一掃しろ、我々の失業や貧困は全て外国人たちのせいだっていう風にね、位置づけて、勃発していたわけですね。で、それがまあ、山東省のあたりで起こっていきまして、で、不信滅用をスローガンに武装蜂起して、いきました。この、はい、スローガン、まあ、という漢字4文字ですけれども、これ覚えておいてくださいね。不信滅用ね、はい、不信滅用とは、清朝を助け、西洋人、要するにヨーロッパの人らを撲滅したれみたいな感じの言葉ですよと。まあ、漢字で意味取っていったらなんとなく意味わかるかなというふうに思いますので、清朝を助け、西洋人を撲滅しろっていうね、スローガンですね。不信滅用、まあ、滅亡交換とかね、中大西洋とかね、4文字の言葉がいくつか出てきておりますので、こんがらがないようにね、してください。で、ヨーロッパ人が作った鉄道や教会、病院を焼き討ちにしろ、外国人を追い払って清国を我々の手に取り戻すんだみたいな、ことをやっていると。これも義和団の活動ですね。はい、ほんでこの義和団の乱と呼ばれる、民衆暴動はたちまち中国全土に波及していきまして、民衆は怒りの声を上げながら、はい、当時の首都でございました北京にまでやってくるんですね。1900年には北京にも入城しておりますということで、あっという間にここまで来られているという状況ですね。はい、清朝はこれにどう対応したのでしょうかというのを見ていきましょう。
はい、清朝はですね、当初は義和団を弾圧しておりました。まあ、国内の、ね、内乱になるわけなので。がしかしですね、たちまち、北京を占領されて、もう義和団倒すのか無理やなっていうことが分かると、一転して義和団を支持するようになったようですね。はい、さらに列強に宣戦布告するということまで、やっております。要するに義和団とも完全に協力してですね、ほんならもうこの勢いでヨーロッパ倒しちゃいましょうかみたいな感じで宣戦布告していくということを、やっております。はい、漫画でも見ていきましょう。当時、北京の朝廷では西太后が最高権力者として君臨していました。先ほども言いましたね。なんと義和団は朝廷にあだなすものではないと言うておるのかと。で、はい、義和団は、朝廷と共同で外国勢力を打とうと訴えております。なるほど、これを利用せぬ手はないのを言うて、まあ、結局、清朝と義和団は手を組むことになったんですね。はい、というわけで、当初は義和団を中心とした排外運動、外国人ボケーっていう運動やったんですけれども、これ以降はですね、国家間の戦争になっていったということですね。もう清朝は宣戦布告してるわけですから、もう戦争になっていったんですよ。はい、この一連の出来事が義和団事件であるというわけなんですね。1900年から1901年まで。はい、ではこの義和団事件に対して、8カ国連合軍が出兵してきますね。はい、で主力となったのが日本、そしてロシアということです。で結局のところはですね、北京を占領して、そして清の敗北が決まるということになっているんですけれども、当時のですね8カ国の連合軍の、まあ、兵隊さんの写真とかがね残っておりますね。左からイギリス、アメリカ、ロシア、インド、ドイツ、フランス、オーストリア、イタリア、日本という感じですね。日本やっぱちょっとちっちゃいですね。まあ、こうなんか背の順にわざわざ並べられてる感がありますよね。でなんでこの時の8カ国連合軍の主力が日本だったんでしょうかということなんですけれども、まあ、イギリス、アメリカ両国がロシアの独走を抑えるために日本に大軍の派遣を要請したためということなんですね。要は当初はロシアがよし、じゃあうちらが先導切ってやりますわ言うて、言ってたんですけども、これロシアの手柄になっちゃうですか、なっちゃうじゃないですか。それはちょっとまずいなというふうに思ってたという状況がありました。まずイギリスはですね、兵隊をたくさん送ろうにもそれができなかったんですね。南アフリカ戦争で忙しかったっていうのがあるし、アメリカもですね、フィリピンでの独立反乱に苦しんでいたということで、そんなにたくさん兵隊送れませんよという感じだったんですね。はい、両国とも少数の兵隊しか送れなかったと。で結果的に、日本がたくさん兵隊を送って、本でもってこの義和団事件も収まりましたと。で、北京議定書、親中和訳とも言いますが、北京議定書がこれ結ばれましたよと、締結されまして、内容としては外国軍隊が北京、要するに清、の首都ですね、ここに駐屯することを、認めさせた。それから4億5000万テールの賠償金支払いは、命じられましたよと。で日清戦争の時でも2億テールやったのに、さらに、高い賠償金を、中国清王朝は課せられることになったっていう話なんですね。はい、結果的にはですね、中国の反植民地化がさらに進んでいっちゃいましたよということと、義和団事件解決後もですね、ロシアの軍隊が中国東北地方に居座り続けたため、日本イギリスとの対立を深めていったと。要するにロシアがどんどんですね、進出を企てようとしているということで、それに対して日本そしてイギリスがですね、なんなんロシアあいつっていう感じになっていったというわけなんですね。でこれがまあ日露戦争へのカウントダウンという風になっているというわけなので、まあ、最初のですね中国が分割されていくっていうところからロシアがシャシャリ出てきている、で義和団事件、まあ、その後もロシアがシャシャリ出てるということで日露戦争につながっていくということなので、まあ、一連の流れはですねストーリーとして、しっかり覚えておくといいかなと思いますね。はい、なので、まあ、イメージとしてはロシアがこっちの方に進出していて東北地方ですね、でしかも出ていかへんと、でこの朝鮮に対して圧迫を続けているという状況なんですが、日本もこの朝鮮をですね、監督する権限を持っておりましたから、これうっとしいなというふうに思っているわけですね。はい、というわけで日露の対立と列強のお話見ていきましょう。まずこれ日露戦争に至る背景を見ていきましょうね。日清戦争後の、日本のリャオトン半島進出を阻止されたというのがねまずありましたね。三国干渉でこれ最初にも言いました。それから義和団事件後も中国東北地方に、駐兵しましたよと、朝鮮に対して圧力をかけてきているということで、さっきも地図で見ましたね。ロシアが出ていかへんと。で朝鮮は1897年に、大韓帝国というふうに国語を改めて独立国をアピールしてたんですけれども、ロシアはお構いなしでぐいぐい圧をかけてくるという状況でした。はい、それで、日本はですね、リャオトン半島を取られて、まあ、イライラしますよねと。
で、そこでちょうどいい具合にですね、イギリスがちょっと日本くん言うてですね、協力を求めてきましたから、日英同盟が締結されることになりましたと。で、アメリカも、同じようにですね、日本を、支持しまして、で、日本国内でも、メディア、まあ、当時は新聞がメインですね、新聞に煽られまして、戦争やったれっていうね、世論がどんどん沸騰してきているということで、まあ、勢いで、まあ、戦っていくということになるっていう話ですね。はい、いざ、日露戦争に向かっていきますよと。はい、開戦はですね、1904年の2月8日、日本がロシア海軍を攻撃して戦いが始まっていくと。で、ちなみにですね、日本がロシアに宣戦布告したのは2月10日、らしいので、宣戦布告する前に、攻撃してるから、実際にはこれ、ルール的には良くないらしいですね。はい、とはいえ、こうやって日露戦争が始まっていったと。はい、いうことです。で、この時の風刺がいろいろ、教科書とかにもね、出てきているので見たことあるかもしれませんが、日本がですね、イギリスとかアメリカにですね、ちょっとあれ取ってこいやみたいな、ロシアのね、この、なんかロシアがやってるやつをこれ取ってこいやみたいに言われてたりとか、こんな風な絵もありますね、日本がイギリスとかに背中を押されながらロシアに喧嘩を売っているみたいな、こういう風刺画があったり、で、こんなんもありますね、日本対ロシアがこのリングの上で行われようとしているんですが、日本のちっちゃさ、そしてロシアのデカさ、まあどう考えてもロシアが勝つやんみたいな風に思われてるという状況が、まあ、当時あったよねというお話なんですね。まあ、日本の狙いとしては長期戦になれば、勝ち目はないというのはね、分かっておりました。なんといってもやっぱ列強のね、大国ロシアなわけですから。で、やから奇襲攻撃を仕掛けて、パンパンパンと、ちっちゃい戦いで勝って有利な条件で条約結んで戦争を終わらせたろうと、まあ、こういうお話をね、夢見ていたというか、計画していたという感じですね。で、主に戦場となったのがこの赤いね、意外がマークがついているところが戦いの場になっていますよと。まあ、基本的にはこの、東北地方のあたりですね、リャオトン半島の北の方とかで、それから、海戦があったりするという感じですね。で、日本は方天海戦、それから、日本海海戦などで連勝を重ねましたと。おいい感じは日本と、いうことなんですが、ただですね、お金も兵力も、もう限界に来てるぞということで、そんなずっと戦えないわけですね。これ以上戦争を続けるのちょっと厳しいなっていうのが日本の、状況でした。その頃ロシアもですね、まあまあ大変なことになっておりまして、国内でこちらですね、血の日曜日事件が起こりまして、第一次ロシア革命が勃発しているわけですね。ちょっと前に習ったかと思います。はい、これによってロシア国内でも社会不安が、増大しているという状況の中でですね、ほんまに日本と戦ってていいんやろうかみたいな風になってる状況があったわけですよ。はい、ただですね、お互いに自分からはやめられないわけですね。やっぱプライドもありますし、負けたって認めるとなると、これはえらいこっちゃということになりますので、ほんでですね、間を取り持ってくれたのが、アメリカの当時の大統領なわけですね。君たちそろそろやめにせえへんかという感じでですね、当時の大統領セオドア・ローズベルトですね、この人が仲介していきましたよと。はい、というわけで、これで、ポーツマス条約、これが結ばれまして、日露戦争は終結に向かっていくというお話ですね。当初ロシアは、猛反対しますね。ロシア、いやうちらはちっちゃい戦いで負けただけ、全然まだまだ戦いますね、いや余裕です、終わりませんよまだまだ、とかね、言うておるわけですよ。実際はめっちゃもう苦しいんですよ、血の日曜日事件とかね、ロシア革命起こってますから。ただ、まあ、アメリカになだめられてですね、ロシアはようやく条件を飲んでいきましたということになります。で、結果、ポーツマス条約が結ばれてですね、日本が獲得した利権を見ていきましょう。まず韓国の指導監督権、はい、それからリャオトン半島南部の租借権、ここ結局手に入れられるんですね。で、それから東進鉄道南部、南満州鉄道の、利権を手に入れます。それから南樺太の領有権も手に入れましたと。はい、などなどですね、まあ、大体こんな感じで手に入れられたのが日露戦争の結果ですね。ただですね、一番欲しかったこれを手に入れることができなかったんですよね。要するにお金です。お金、はい、賠償金ですね。大体戦争に勝ったらがっぽり賠償金もらってイエーイってなるはずなんですが、この日露戦争ではですね、まあ、完全に打ち負かしたということまではいかなかったので、賠償金を獲得することはできなかったんですね。まあ、かといってこれ以上戦争を継続することはできなかったので、もうこの条件を飲むしかなかったというわけですね、日本としてはね。で、日露戦争の影響としましては、アジアの小さな日本がですね、大国のロシアに勝ったっていうのは、世界的にも大きな影響を及ぼしたよと。ね、欧米列強の支配に苦しむアジア諸民族を勇気づける、形になりましたと。すげえ、日本ができたんだったら俺らにもできるんちゃうみたいなね、俺らもやったれみたいな感じで、結構民族運動とかがこの時代ですね、活発になっていってる、まあ、要因の一つにもなってるよと、いう感じですね。
まあ、地図上でもですね、なんかいろいろありますよね。蜂起とか、革命とかが起こっているんですけども、まあ、日露戦争の前後で、こういうことが行われているという状況ですね。で、ロシアの極東東アジア進出はもうこれにて断念されます。で、それ以降ですね、ロシアはバルカン半島方面への進出を、まあ、こっちに力入れていこうというふうになっていきました。で、これによってですね、ドイツ、オーストリアとの対立が強まっていくということになるよというのを最後地図で見ときましょうね。まあ、要するに、もともとはですね、こっちの方に行こうと企てていたのが日露戦争で負けたと、一応負けということになるので、ここでですね、もうこっち行くルートはですね、もうやめたというふうになるわけよ。ほんなら今度は、やっぱバルカン半島やなということでこっちに行こうとするわけですね。だそうすると、さっきも言ってたみたいに、ドイツはこの 3B 政策でね、こう鉄道をね、作ったりして、こっちの方に進出したろうと思ってましたから、バルカン半島の方にも当然ね、ドイツは進出を考えておりました。だそこでぶつかってくるわけですね、結局は。これもバルカン半島なわけよ。はい。ということで、バルカン半島方面の進出はドイツ、オーストリアとの対立を強めることに、なるよね、というお話になるわけなんですね。はい。これによって、日本とイギリスはそれぞれロシアと仲直りします。ロシアはね、もう東アジア進出は断念しましたので、まあ、それだったら仲良しましょうということで、日本、イギリスとそれぞれね、結んでいきますね。はい、日本とロシアで日露協約、それからイギリスとロシアで英露協書というのを結びまして、まあ一旦これ仲直りという感じになっていってるという状況がね、わかるかなと思います。長いことね、お話ししていきましたけども、中国の分割されていく状況から、中国が改革していくけども、なんかなーってなって、義和団事件が起こる。で、それでいろんな国が進出してくる。で、日本とロシアがこれ仲悪くなってくるみたいなね、流れになっておりました。はい、というわけで今日はここまでにしておきます。ではまた。